札幌市交通局320系電車は札幌市交通局が1957年に導入した札幌市電の路面電車車両である1957年に登場した321から327号の7両同年は札幌市交通局の前身である札幌市電機局の開局30周年であったこともあり形式名は当時の高田富 ともしにより、昭和32年にちなんだ320型と名付けられ、580型から若返った番号となった。正面は、同時代のたとのなにわ高規制車両と、共通する三枚窓で、中央の固定窓を左右の開閉可能窓で挟む、構成である。前小刀は、両部と上部の二刀となり、全体のフォルムとともに、330系以降の、 札幌スタイルの兆しが見られる。登場当初の図書区は窓周りが単力、他は小緑であった。後に330型と同様の図書区に変更されたが、ステンレスの飾り帯は付けられず、白帯となった。ワンマン化改造が施されたが、一条線廃止に伴い、1973年4月に廃車となった。製造当初は正面中央上部に、 小型のものが設置されていたが、1960年に大型化する改造を行った。軸箱を干渉ゴムで巻いて、台車枠に取り付けることで軸バネを省略する簡単な構造の台車であったが、振動が大きく乗り心地が悪いため、軸箱下部に板バネを設けて、台車枠と連結する改造を行った。この改造でも振動はあまり改善されなかった。 1971年にワンマン化改造を行った。内容は、車内各部への確認ミラー取り付けや、ワンマン機器の設置であった。同時に制御機を、東京都電8000系の廃車発生品に交換して、間接非自動制御とした。改造車は、側面の白帯を蛍光色の赤帯に変更して識別した。321号が、札幌市交通資料館に保存されている。 他に323号が中央区内の個人宅に、326号が白石区内、325号、327号が北区内の法人にそれぞれ引き取られて、倉庫等で使用されたが、323.325327号は解体された。札幌ハウスユアハートの近所の教会で、児童図書館として使われていた325号。ありがとうございます。